株式会社村田製作所は、京都府長岡京市に本社を置く、電子部品メーカー。電子部品を主力とする企業では、世界トップクラスに位置している。トピックスコア30及び JPX、日経インデックス400の、構成銘柄の一つ。村田明により、1944年10月に、京都市中京区市場を大宮北で、 元染物工場を借りて工場として創業。元々は外種などの陶器製品を製造する町工場であった。主力商品はセラミックスコンデンサーで世界随一のシェアを占める。その他にもセラミックフィルター、高周波部品、センサー部品も強い。いずれも世界的に圧倒的なシェアを持つ。原材料からの一貫生産に特徴がある。 村田製作所は積層セラミックコンデンサーでトップの地位を走るが、滲み出し戦略と呼ぶ周辺分野の企業とのアライアンス M&A を進めており、ここ数年は周辺の部品に領域を拡大している。2017年 M&A でソニーから電池事業を買収した。さらに自動車、エネルギー、ヘルスケアなどの中力市場や、 IoT などの新規市場に対して研究開発を促進して事業拡大を図るため2020年12月には横浜市港未来地区に新たな研究開発拠点となる港未来イノベーションセンターを開設同拠点にはエンジニアの卵が生まれるきっかけの場をコンセプトとした子供たちが科学を楽しく学べる体験施設ムラボも併設される 自社の技術や製品を活かしたロボット製作も進めている。村田製作くん、シテックジャパン2005村田製作くんとは、自転車に乗ったロボットで倒れることもなく、前にも後ろにも自力で進め止まれる機能を持つ。1990年に開発された自律走行ロボットをもとに、ジャイロセンサなど村田の技術を集めて2005年に発表された。 その後の過程で周りからの要望を受け一輪、走行技術の開発に成功したことや、内外から村田製作くんの女の子バージョンは、ないのかという声が上がったことなどを受け、2008年9月23日に一輪車走行を行う、女の子キャラクターの一輪車ロボ、村田聖子ちゃんが発表された。村田聖子ちゃんは、若いスタッフを中心に開発し、 デザインも若い女性社員が担当した村田製作くんの父方の年下のいとこという設定になっている2010年に発表した村田製作くんより省電力で環境性能を向上させたモデルステックジャパン2014にて2014年9月25日に発表されたチアリーディングロボット10体京都大学松野研究室との共同開発で ボールに乗ってバランスを取りながら10体が落ちたりぶつかることなく演技をする。テーマソングのチアチアは薬師丸悦子が歌っている。港未来イノベーションセンター日本国内に5つの研究開発拠点を設けている。当社公式サイト内拠点一覧も参照。国内関連会社海外関連会社。ありがとうございます。